ジェファーソン軍はアメリカ合衆国アラバマ州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は65万8466人であり、2000年の66万2047人から0.5%減少した。軍庁所在地は州内最大の都市でもあるバーミングハム市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ジェファソンは バーミングハム・フーバー・カルマン広域都市圏に属し、最も人口の多い中心となる軍である。真っ赤ら近くにある、タンヒル・バレー・ヤネツケ・ハシ・ジェファーソン軍は1819年12月13日に、アラバマ州議会によって設立された。軍名は、第3代アメリカ合衆国大統領、トーマス・ジェファーソンにちなんで名付けられた。州の北中部に位置し、アパラチア山脈の南端にあたり、 アメリカ合衆国南部で鉄、石炭、石灰岩を産出した鉱山ベルトの中心にある。現在の郡庁所在地であるバーミングハム市が設立しされた1871年の以前ではキャロルズビル E ライトンに郡庁所在地が置かれていた。バーミングハムは1873年から郡庁所在地になった。市名はイギリスのオリックシャー州にある都市の名前をもらった。 イギリスのバーミングハム市も昔から鉄と鋼の生産では中心地だった。バーミングハム市が3つの町の合併で設立されて以来、イーライトンもその一部となっている。バーミングハム市はノースバーミングハムなど周辺の町や村を次々に併合して成長してきた。2011年11月9日、ジェファーソン軍が破産を宣告し、下水処理事業に絡む 負債31億4000万ベイドルなど、負債総額は42億ベイドルとなって、当時のアメリカ史上最大の自治体破産となった。連邦法 11USC-921 に基づき、第9条の適用を申請した。アラバマ州破産裁判所北地区において、第11から05736に登録された。ジェファーソン軍の代表は、 クリータ・タチン・ボグダノフ・アンド・スターン社の共同経営者で、あるケネス・エヌ・クリーとなった。2012年5月時点で、ジェファーソン軍は、支出を削減し、軍政府従業員を700人以上解雇した。ジェファーソン軍は、制限付き自治政府の形態を取る、州内8軍の一つである。土地の利用については、用途指定地域を設定し、水浄化処理、下水道、高規格道路を維持し、 一般ゴミの回収を行い、資産税を除く調税を行うことができる。立法府と行政府の機能を合わせた5人の委員による、軍政委員会が統治している。委員は、それぞれの選挙区から選ばれている。軍の行政部門として、道路交通、地域開発、環境、軍政委員は5000で議長を選び、議長が委員会会合を主催し、さらに付加的執行義務がある。 軍内で課される消費税は10%に達している。2005年1月、教育施設建設のために消費税1%加算が執行された。この増税は、軍政委員会の評決でも賛成3票、反対2票と分かれていた。これにより、フェアフィールド市の消費税が10%となり、他の自治体等でも8%から9%に上がった。 この教育用消費税増税と制限付き自治権限はアラバマ州議会2005年通常会期で撤廃が議論された。州の消費税は4%に過ぎず、ジェファーソン軍全体では2%である。2011年3月16日、アラバマ州最高裁判所がジェファーソン軍による2009年課税法が違憲状態で決められたと裁定し、破産を検討していた軍に、 大きな財政的打撃になった。ジェファーソン軍の負債の大半を占める問題二つについて議論が戦わされている。一つは軍が所有する下水道の大規模改修であり、もう一つは一連の危険性ある債務、再建査協定である。どちらの案件も以前の軍役人数人が収賄や汚職で告訴、有罪とされており、連邦政府検察によって精査されてきた。 再建化の利率に関する議論は2002年と2003年に元軍政委員会議長のラリー・ラングフォードが始めた。ラングフォードは利率が下げられるものと考えていたが実際には逆効果であり監督当局が軍の債務支払い能力があるかを懸念する公式声明を発するほど軍の債務を増加させることになった。この債務再建化は アメリカが衆国証券取引委員会による調査の中心課題になっている。実態は次の通りであった。JP モルガン・チェイスが13行からなる銀行団の主幹事を務め、手数料を稼ぐためにわざと複雑な取引にした。金利が低い時だったのに変動利負債を30億ドル発行し、上昇リスクは金利スワップで相殺するようにしていた。この変動利負債の中には、 2008年に多くの自治体に10億ドル単位の損害を与えたオークションレート証券も含まれていた。ブルームバーグによると銀行団は金利スワップで1億2000万ドル、オークションレート証券で5500万ドルの手数料を得た。賄賂が現地の役人と証券会社に820万ドル、さらに案件から撤退した同業者、例えば ゴールドマンサックスには300万ドル配られている。2008年2月下旬、スタンダードプアーズがジェファーソン軍の交際を紙くず状態まで格下げした。新聞では軍が第9条破産保護を求める可能性が議論された。同年3月初旬、ムーディが同調し、軍の他の債務支払い能力も審査するつもりであることを言明した。3月7日、 ジェファーソン軍は、下水道債務協定で求められる1億8400万米ドルの担保物件不足となり、事実上債務超過となった。2011年2月、BBC ワールドサービスのレスリー・カーウェンが、新人軍政委員会議長、デイビッド・カーリントンにインタビューし、歴史上最も高価な下水道となり得るものを、資金手当てするために発行された債権が不履行になる。 危険性を尋ねた。カーリントンは疑いもなくウォールストリートの人々が賄賂を提供しており、これから起こることに莫大な責任を取る必要があると語った。下水道は環境問題のゆえに数年前に改修され、高機能化された。すでに述べたように、ウォールストリートの投資銀行が再建化を使って複雑な資金集めを手配した。 その料金と罰金でコストが上がり、現在は32億米ドルの借金になっている。軍役員の中には銀行家から賄賂を受け取ったとして告訴された者がおり、現在受刑中あるいは判決待ちである。ただし、肝心の JP モルガンは訴追すらされていない。カーリントンは問題の一つが選出された役人は大変低い、給与で長い間働かされ、辞任した後に、 大きな報酬が支払われることだと述べた。負債の構造は70万人の人々が30年以上かけて支払うしかないようなものになっている。下水道は12億から15億米ドルの間で建設できるものであり、32億米ドルもかかるものではありえなかった。再建の発行は下水道が修繕できるかについて関心がなく行われた。軍はその支払いを行うことができず、 破産を避けるために、負債の再構成を行う必要がある。投資家は、大損するだろうが、罪のない小学投資家は100%回収できるかも、しれない。証券取引委員会は、JP モルガンに対する、違法な支払いに関する保証として軍に7500万ベイドルを与え、さらに、JP モルガンは、今後の料金6億4700万ベイドルを、受け取れなくなった。 カーリントンは市民がこの災害を繰り返さないように正しい人を選出しなければならないと語った。政府は地方投資銀行家を含め責任ある者を同定し彼らを追い出さなければならない。悪行の兆候は監査されない帳簿であり、軍はその監査で3年遅れていた。新しい負債は1年、ないし2年はかかるであろう。監査が終わるまで発行できないとも語った。 ジェファーソン軍には保安幹部がある。軍保安官は全軍を選挙区として有権者によって選出される。保安幹部には175人の警官がおり、軍内の未編入領域と警察署を持たない自治体すべてをパトロールしている。バーミングハム市とベッセマー市に2つの監獄があり、裁判町の容疑者や刑期が1年未満の者のを収容している。 軍内には二つの司法裁判所がある。衆議会がベッセマーシを中心に新しい軍を作ろうと準備した時からこの状態になった。アラバマ州憲法に新軍の最小面積を500平方マイルと定めており、新軍にこれだけの広さを与える余地がなかったために、新軍の分割は成功しなかった。軍庁舎の別館といくつかの機能が並行して行われている。 軍庁舎の本館はバーミングハム市に別館はベッセマー市にある。軍の税庁集館補佐、税評価官補佐、地区検察官補佐などがベッセマー別館に事務所を構えている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1123.80平方マイルであり、このうち陸地百112.61平方マイル。 水域は11.20平方マイルで、水域率は1.00%である。軍内には、ウォータークレスダーター国立野生生物保護区がある。アラバマ州共生省が、軍内のベッセマーシに近い未編入領域に、男性用のウィリアム・イードナルドソン共生施設を運営している。この刑務所には、州内市刑州収容施設二つのうち一つがある。 バーミングハムジェファーソン軍交通公社の駅主要、高規格道路鉄道、アムトラックの旅客列車クレセント号が、バーミングハム市で停車する。貨物列車は、BNSF 鉄道、CSX トランスポーテーション、ノーフォークサザン鉄道、アラバマテネシー川、鉄道、バーミングハムサザン鉄道が運行している。入れ替え線業鉄道のアラバマウォリアー鉄道もある。以前は、 ルイビルナッシュビル鉄道、シーボードコーストライン鉄道、アラバマガルフコースト鉄道も通っていた。空港バーミングハム市にはバーミングハムシャトルズワース国際空港があり、全米各地と直接関節に商業便が運行されている。その名前とは裏腹に国際便はない。ただし、カナダのケベック市には直行便がある。 ジェファーソン軍は不規則な境界線のある姿をしている。隣接軍とは北西、北東、南東、南西方向に接している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アラバマ州では2008年の大統領選挙で共和党候補のジョン・マケインに2桁以上の差で支持を与えたが、ジェファーソン軍の場合は、 民主党のバラク・オバマが52%を獲得し、マケインは47%に終わった。バーミングハム市には独自の教育学区がある。このような都市以外の全軍はジェファーソン軍教育委員会が管轄している。バーミングハム市以外では、ベッセマー市、フェアフィールド市、ミッドフィールド市、トラスビル市、ホームート市、リーズ市、フーバー市、ベスタビアヒルズ市、タラント市、 マウンテンブルック氏が独自の教育学区を設立してきた。ありがとうございます。